ファインデイズクリニックか。なんか聞いたことあるような名前だけど、まあとりあえず視力検査お願いするかな。すいません、よろしくお願いします。はいはい、そしたらね、とりあえず目の検査していきますんで、まず視力からね。はい、じゃあここに目つけてもらっていいかな。そしたらね、これ見たことあると思うんだけれども、視力測っていくので、まずね、1番どっち向いてるか分かりますか？右ですね。はい、じゃあ3番上、4番左。はい、じゃあ6番下ですかね。じゃあ視力は全然問題ないね。じゃあ次、これね、1から5までの線で太く見えたり違和感あったりするのありますか？いや、特にないですね。違和感もないですか？はい、違和感もないですね。じゃあこれは違和感あります。あ、ありますか。何番ですかね？完全に5番ですね。はい、5番ね。どんな違和感ですかね？もう違和感っていうか、煮干しになってますね。煮干しになってる。はい、煮干しになってると。いや、なってない人いるんすか？そしたら次、近視とかの検査するので、ぼんやり、見ててくださいね。あの気球のやつね。あれなんかちょっと不思議な画像だよな。はい、遠くのスキンヘッドのおっさん、ぼやーっと見ててください。スキンヘッドのおっさん、こういうのって普通気球じゃないんですか？スキンヘッドのおっさんですね。スキンヘッドのおっさんなんだ。なんか集中できないんですけど。集中できないね。集中できない。あ、いや、それは記録しなくていいです。はい、そしたらね、次、真ん中の気球をぼやっと見ててください。あ、気球はやっぱり気球でやるんですね。でかくないですか？っていうか近くないですか？近いかな。もうちょっと遠くにないとぼんやり見れないんですけど。ぼんやり見れないと。いや、だからそこを書かなくていいですよ。そしたらね、ちょっと気球離しますんでね、ぼんやり見てください。いや、どれを？多すぎてどれ見ればいいか分かんないですよ。一番最初に目に入った気球で、今あなたが一番欲しいものが分かります。いや、心理テストじゃねえか。